Someday you will reveal this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know what you are and where you are from. You humans, you are sons and daughters. of God. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たちは私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たちは 君たちが何であるるかを知るだろうそして、君たちがどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神の息子であり、娘なんだよ。This is a message from Jesus Christ after 15 years. hundred years. According to Wikipedia, it writes about Isleworth Mona Lisa as follows: Shortly before World War I, English art collector Hugh Blake discovered the painting in the home of a Somerset nobleman, in whose family it had been there for nearly one hundred years. This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blake, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name. 第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターがサマーセットの貴族の家からその家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測系とつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。 ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのため、その絵はアイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し早市ハーママスシティジャパン。今、皆さんにご覧いただいているのは上が アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キョリオスティ・ーローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。えつまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博史は判断しています。 まあこの辺りに谷もあり山もありという風景が上に描かれていますそんな点に注意して検証してみてください、えー、目をやや細めてみますとですねこれがただ単なる絵ではなくて写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思いますでこの絵は どのようにして描かれたのかそれを私なりに簡単に実験してみますこれはアイロワースのモナリザの背景に描かれている風景ですねその上の部分を取り出してそして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます下の斜半分下はですねこれは火星の実際の写真です でややぼかしを入れますこうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今、合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの 風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイル・ワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのよう、このようにして、アイル・ワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。 そしてそのアイルワースのモナ・リザの背景にはですね火星の木と思われるものが描き込まれていました最近の、まあ、調査によればですねどうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきましたこれがその証拠写真ということになります現在アリゾナ大学がこの写真を 保管していますここに描かれているものは何かということですけれども相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースの モナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね。この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。 左は私が消したものですつまりこのようなものが描かれていること自体がおかしいイコールそれほどまでに重要なものであったからこそレオナルド・ダ・ヴィンチはこの物体をアイルバースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますとボコボコとした感じとともに美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木。 木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、えー、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。 まあこれはあの上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ、木と断定してほぼ 間違いないいなと思います詳しくはこの続く動画の中で説明しますがともかくもこのような物体が映り込んでいたということですねでその中の一部を一部とですね左の、まあ、アイルバースのモナイザーの中に描かれている奇妙な物体と比較してみますもちろん、まあ、植物ということになりますから全く同じものを探す こととはできないと思い思ますそれに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、おい茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてといいますか、勘案しても、ですねこの両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり 1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはこのような、まあ、写真ですよね。写真をアイル・ワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に 生えているると思われる樹木つまり木ですつまりこれら両者は私林浩は同じと判断しましたついでながらこんな奇妙なものも発見しましたので一応報告しておきますこのアイル・ワースの背景はですね一般には山と考えられています これ,がこれは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれが分かります。下半分が山に見えるから、山というふうに一般には理解されています。が、私、林博士はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということですが、確認はできません。 ともかくも、まあこれ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし、写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。でこれは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。 山ではありません先ほども言いましたように光は右上の方から斜め左下の方に当たっていますですからこれは崖と判断しましたでこの部分を明るくしてみますとですねやはり奇妙な左の方ですけどもものが描かれているように思いますさらにこの部分ですね上半分はどうやら絵のようにも見えますが下半分はですね 極めてて精緻に書いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります赤い大地がここにまあ描かれているということですねでこれは私は絵ではなくて一部写真であると判断しましたそして色も火星の色と一致しますこれはマ、えーズ、ま、スピリチュアル・キュアリスティ・ローバーがですね 写から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルバースのモナリザーに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色に色には手を加えていません。よく似ているというより私、林宏は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間は、 この事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now. Some day you will reveal this fact. Some day you will find this fact. Some day you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans You are the sons of daughters of gods.This is the message from Jesus Christ after 1500 years。<music> いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。 いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは 神々の息子であり娘なんだよ。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広島シ・ハハーママ・シティ・ジャパン左上の写真が NASA が火星で 撮ってきた写真です右下はアイル・ワースのモナ・リザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまりアイル・ワースのモナ・リザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。では、この物体は何かということですね。 メイドを上げてみますと、アイルワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい緑色に変身します。つまり、これは火星に生えている樹木ということになります。そして、アイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのは、その火星に生える樹木ということになります。 この両者を皆ささん、注意くく比較してみてみださい。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども違いを見つけることができないという点でアイル・ワースのモナリザーの中に書かれていたこの奇妙な物体は火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で 1500年後のイエスはルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり。 娘なんだよとまあこのように比較してみるとですねこのアイルバースのモネーザーの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。 The term "autopod" or "autoplas artifact" is rarely used by historians or scientists. You know the reason why. Why isn't the term used by historians and scientists? the term is used to discover a wide variety of objects from anomalies studied by mainstream science and pseudoscience far outside the mainstream to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations then how about this fact i show you here in this video オーパーツという言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないかその理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエッセイ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にある インチキ考古学の代名詞として用いられているからです。では、この動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか。広瀬林浜祭りジャパンまず、皆さんにご覧いただくのが一枚の銅鏡です。この銅鏡は、大阪の長持山古墳から 明治時代に出土したものです。そして同じく明治時代にアメリカに流出しました。現在、この道橋はマサチューセッツ州のバーサミュージアム・ファイン・アーツに所蔵されています。この道橋には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、 シベリア大陸の方には川あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています一つ注意していただきたいのはこの道橋の中で特に色の濃い部分は海氷もしくは氷雪と考えられますそれを除きますとこのように北極,北極海の地図と完璧に一致しますのみならず この同橋の上の地図はですね、真上から見たときに、まあ地球の写真と一致するということですえ。つまり、特殊な方法で上から焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさに、あってはならない大パーツということになります。もう、この 事実を発見して私、林氏が発見して、すでに3人以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある弥勒菩薩繁華詩像です。中宮宮寺寺ですこの中宮寺には 弥勒菩薩、ハンカシー像が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして二つを重ね合わせてみますと細部に至るまで同じです。ただし鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし首の下にはシワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。 この事実も私が発見してすでに3年半あるいは4年近くになります。特に上まぶたのラインに注意してください。この事実をどう考えたらよいかということですね。左はストイッコです。右はクスノキオの寄ギに彫刻されたものです。この丸いところのシワに注意してください。こんなところまで一致しています。この事実を皆さんは どのようにお考えになりますかただ単なる偶然あるいはオーパーツとして片付けてしまいますか <music> そして皆さんに見ていただきたいのはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースの「モナ・リザ」です。その アイルワースのモナリザの背景には火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さわかりませんが相当高い木と思われます。その木がアイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。 この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が、蓋の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ、キュリオ o ティローバーが撮ってきた写真と思われます。その中にこのような樹木と判断して良いものが写り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを 今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出点はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA NASA NASA と書いてあります。す。出所はですそして現在アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度このラインを見てください。つまり上半分が下に反射して写っているということになります。ですから上半分の輪郭はしっかりとしていて下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして NASA が撮ってきた写真と比較してみます。 皆さん自身の目で確認してください。えつまりこのような形で、えー、1500年後のイエスはですね、ルネッサンスという時代に、レオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知る時が来るだろう。その時、人間は 君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと林宏はそのように解釈しています。もう一、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイル・ワースのモナイザーの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。 まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけれども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して比較して判断してください。ここが重要です。ここが重要です。 これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますかまた片付けてしまって良いのでしょうか左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。全部互わず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか 左の絵が描かれたのは今から500年前のルネッサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を 知ることになるだろうと。そういうことです。まさに、オーパーツ中のオーパーツということになるのではないでしょうか。もう一度、NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そして、ホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人は、 このホームページにアクセスして直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあ、これが植物であるというためにはまだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、3つの大パーツ、林博士が発見した大パーツを紹介しました。 Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate, aliens. Checkmateというのは chessで王の 逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手広し林、浜松セティジャパン。火星で植物らしきものが 次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということになります。まず皆さんにリオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナリザを見ていただきます。このアイル・ワースのモナリザの背景には 火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は 左上情報から来ているように見えますえ。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は 右上情報から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまり、ここに描かれているのは山ではなくて、山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そして、この崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところに ありますアイル・ワースの背景が火星ということになればモナ・リザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません実際モナ・リザの絵の背景はどこか地球離れしているのが分かりますがここは今日のポイントではありません 今日のポイントは、アイルワースのモナレザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。 岩がいくつか重なっているのわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうかそれとも写真なのでしょうかこの辺りには谷のようなもの,ものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なんでしょう。絵なのでしょうか それとも写真なのでしょうか一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように聖地に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上情報から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。 少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応、レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにして、アイル・ワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。中央にそれが見えます。下は、実際の火星の 写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒に,白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形でアイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。 ここには谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのはわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博士は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に 映し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、こ,れそれをその,この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは、 満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースの モナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。 アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。 もちろん、この地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスは、そうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこで、この絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし、似て、非、なる。という感じですね。似ているけども、どこか様子が違います。 例えばこの崖を見ていただくと分かりますようにアイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています私が探したところこのような崖はこの地球には見当たりませんでしたで本題ですもう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に線対称になっています。この白い部分で、 上と下が線対称になっているということですね。光は右上情報から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げていますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか実は最近、次々とわかってきたことなのですけども、 どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によればサボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると針葉樹のような木のようなものが 生えているということになります。かなり背の高い木,、まあ、木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。 この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。えつまり、 アイルワースの,モナ,リザの中にモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出所はここに皆さ,ん皆さんにお見せしておきます。現在はアリゾナ大学のエデュケーション教育学部に、えー、所属しているそうです。NASA から出ています。 間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中には、すでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。 この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはりこの下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ水もしくはそれに似た液体がこのあたりにはあると考えられます。その液体に 上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。えつまり、このような絵をですね、写真の形で、えー、描き込むことによって、1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。えつまり、いつか君たち人間はこの絵の中に仕組まれた 謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は、1500年後の私、つまり、この私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に、私は、私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ after 1500 years. Yeah. you